山田4丁目春町3丁目博多区春町3丁目交差点のところに今度セブンイレブンオープンします。3月31日。前はファミマだったんですよね。その前はなんかステーキレストランだったかな、なんかものすごいいい場所なんですよね。飯塚に至る道、雑誌の入り口、それから空港の近道、近道が空港の入り口でものすごいいいところなんですけど、やっとセブンが生かすことになりました。これでね、あの外堀を固めるってなんか変なこと言うけど、ルミエールとか入ってくるといいですよね。ルミエール、ダイソー、島村、これなんとか入ってるんですか。そういうのがね、入ってくると、もうこの辺もね、かなり潤うと思いますね。それには付随して居酒屋とかね、まあいろいろ、ボリュームじゃあるんだからね。やっぱ回転寿司とダイソーは欲しいですよ。そしてマラート。何度も言うようですけどね、やっぱ娯楽必要でしょうね。